始めるとするか。少しはマシになったようだな。本格的にしごいてやるとするか。後ろだ！うわっ！そんなに早いの、見えこないよ。見るのではない、感じるんだ。そんなことを簡単に言うけどさ、難しいよ。食事と睡眠以外はこの俺との覚悟。覚悟しておけ。そんな死んじゃうよ僕。だったら強くなれ、この俺より。そして6ヶ月後にやってくるサイヤ人よりもな。これでとどめだ、爆撃魔。終わりだ。ハッカーシャッダッワーキャラハッカー。この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。お父さん言ってたよ、生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕事じゃないぞ。はい。くそったりが。
いよいよ本番ってわけだ。せいぜい楽しませて。終わりだ。くそ。邪魔だ。これでとどめだ。爆撃魔。これでとどめだ。爆撃魔。カカロットかどうかは知らんが、戦闘力5000ほどのやつがやってくるようだな。ナッパ、二人を殺せ。三匹揃って手を組まれると厄介なことになりそうだ。ピッコロさん、逃げて。お父さんが来るまでなんとか僕が食い止めるよ。くだらねえこと言いやがって。貴様だけで食い止められるわけないだろう。認めるだと？この俺を笑わせやがって、このガキが。いかん。うわぁ。何？これまでだ。死ねえ。ピッコロさん、逃げろ。ごはん。ご飯、俺とまともに喋ってくれたのはお前だけだった。ピッコロさん、お願い、死なないで。死ぬなよ、ご飯。
なんという力だ。これがどうかというやつなのか。ピッコロさん。待たせたな。奴がフリーザか。なるほど。確かにとんでもなさそうな化け物だ。これまでのナメック星人とはどこかが違う。だが、所詮この俺の相手ではないがな。弾き飛ばした。貴様らに殺されたナメック星人の怒りを思い知れ。光栄に思うがいい。この変身まで見せるのは貴様が初めてだ。よく見ておけ。お待たせしましたね。さて、第2回戦といきましょうか。終わりだ。ちょっと痛いですよ。めったな。勝てね。さっきの勢いはどうしたんだ。とうとうパワーを使い果たしてしまったのか。もう我慢できない。僕も行くよ。
待て、奥のやつ何かするつもりだ。元気玉だ。元気玉だと。なんだあれは。まさかエネルギーの塊。とうとうバレちまったらしいぜ。お前たちはここにいろ。何があっても絶対来るんじゃないぞ。消えろ。さっさと元気玉とやらを完成させちまえ。すまねえ。まだうろうろしていやがったのか、あのナメック星人め。フリーザの野郎、もうすっかり頭に来てやがるぜ。撃て、もう撃ちまえ。ダメだ、もう少し、どいつもこいつもこそこそと動き回りやがって、鬱陶しいハエどもが。あいつら残り少ねえきで無理しやって。よし、できたぞ。やる。しまった。こんなもの、こんなもの、こんな。さて、行くか。貴様らが人造人間か。やっと面が拝めたぜ。お前も気がついたか、ご飯。孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。それなのにあのざまは何だ。
いや、あんなもんじゃない。スーパーサイヤ人になった悟空の力はもっととてつもないはずだ。これでは仲間を呼べまい。ではエネルギーをいただくぞ。ごはん来てくれ、すぐだ人造人間だ。エネルギーは残りわずかだぞ。このまま死んでしまえ。何？なぜだ、あいつに見つかるわけは。俺にやらせろベジータ、絶対に手を出すな。手を出すんだろうか。いいぞ、もう一度やつのエネルギーを吸い取れば。ベジータに何をごちゃごちゃと言っている。さあ来るがいい。貴様には勝ち目がないぞ。くそ。どうした？クワッ！逃げろ！シャーッ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 ！ドッカーッ！終わりだろ？シャーッ！シャーッ！シャーッ！クワッ！ハッ！シャーッ！ヘイ！シャーッ！シャーッ！ハッ！ヘイ！ウィン！ロー！シャーッ！クワッ！シャー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 ッ！ハッ！クワッ！死ね。これでとどめだ。バグリキマン。さあ来るがいい。
様の正体は何だ。話すんだ。詳しくな。その必要はない。お前はすぐに私の食事になるからだ。どうした。なるほど。激烈降弾。貴様に吸収される前にぜひ聞かせてくれ。貴様は何者なのだ。私の名はセロ。ドクターゲロが使っていたコンピューターから生み出された人造人間だ。またドクターゲロか。私が完全体になるには人間どもの生体 X の吸収だけでは足りないのだ。ある二つの重要な特殊生命体を合体させる必要がある。特殊生命体だと、一体それは何だと言うんだ。ドクターゲロの作り出した人造人間17号と18号だ。コンピューターはこうも言っていたぞ。完全体になれば想像を絶するような恐ろしい力を手中にできると。なるほど。すまなかったな。おかげで謎がすべて解けた。お前、話をさせるために完全体とやらにさせるわけにはいかんぞ。さあ、来るなら来いよ。何？くらえ！
貴様にはもう逃げ道がなくなったぞ。残念、惜しかったな。まだまだこれからだ。おっと、今度は本気でやらせてもらうぞ。この私が17号18号と合体し完全体になる日が。貴様の相手はこの俺だ。逃げろ17号。いや、あれがご飯か。めえ